皆さんは子供の頃カメハメハや魔法を打ちたいと思ったことはありませんでしょうか。私は、小さな頃から漫画やアニメ動画映画を見て、ヒーローの世界に憧れていました。そこで作ったのがこの波動というゲームです。これは今までのゲームとは違って、あたかも本当に魔法を放って戦えるゲームです。まずはヘッドマンディスプレイをかぶって、そして腕にこういったセンサーをつけます。でこのセンサーのによって腕の動きを認識し、目の前に技を表示する。でこれをかぶった者同士で、技を打ち合って戦えることができる、そんなゲームのシステムです。でこれは、体を動かして楽しむ、歩き回って走り回って楽しむというところで新しいスポーツ競技として考えています。この IT を融合した新しいスポーツをテクノスポーツと私たちは名付けました。今後、テクノスポーツ1競技として波動は盛り上げていきます。そして、オリンピック2020年にありますけれども、そこで東京五輪と同時開催でテクノスポーツ五輪を開催して世界を沸かしていきたいと思っています。